パルス軍の様子はどうだ。はっ、偵察隊が辺りを探っているようです。石膏か、お主らだけには任せておけぬな。俺も排除に向かおう。カーラン殿から伝令です。多少の報告なら防げるとのことですが、あまり多く逃がすと握りつぶせぬということか。できる限り討ち取るとしよう。誰か助けてくれ、出過ぎてしまった。味方の弓兵部隊が迎撃のため矢倉へ移動中とのこと。敵の偵察部隊と鉢合わせねばよいがな。気にかけておくか。断崖の存在を隠し、アトロパテネを騎兵に有利な平原と思わせておく。そうすればパルス軍は突き進むだろう。霧が出ようともその先に大地があると信じて、奴らが断崖に落ちたその時にアンドラゴラスの悪夢は始まるのだ。ルシタニア王はただの無能。実質の支配者はギスカールとボダンだ。今の俺は王帝ギスカールの客商。この戦で奴に恩を売れば格段に動きやすくなる。真に望みを果たすためにはルシタニアを利用しさらなる力を得ねばならんからな。大変だ、ここに断崖があるぞ。時は来た。あれはこのまま進軍してはまずいぞ。王者の道を開く。敵に断崖を発見されました。逃げられる前に急いで倒しましょう。矢を放て、敵を近づけさせるな。弓兵が正射を開始したようだな。少しは楽になりそうだ。今だ、パルス軍に矢の雨を降らせろ。救援感謝します。もう持ち場を離れず守り抜きます。ことの正義を示す。最後を捕らえ。敵の石膏兵が戦場を離脱しました。敵が東側の感動に気づいたようです。あそこを抜けて逃げられると厄介かと。東側の石膏には注意した方が良さそうですね。ここに断崖があるぞ。敵に断崖を発見されました。見ればルシタニア人どもめ、何を企んでおる。
お前などに負けはせぬぞ。片付いたようだな。逃がした石膏についてはカラーにもみ消すよう伝えておけ。はっ。そろそろ霧が出てくる頃合いだろう。アンドラゴラスめ、見ていろ。正当の王たりうるのはこのヒルメスのみよ。